2018年の埼玉西部ライオンズでは、2018年シーズンについての埼玉西部ライオンズの動向をまとめる。このシーズンの埼玉西部ライオンズは、辻初彦監督の2年目のシーズンであり、10年ぶり22度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。2017年は2位で、4年ぶりに A クラスとなり、クライマックスシリーズに出場したが、 東北楽天ゴールデンイーグルスに1勝2敗で敗れた。オフに、野上龍馬が FA 宣言して、読売ジャイアンツ、牧田和久がポスティングシステムを使用し、サンディエゴパドレスに移籍した。新外国人として、ニール・ワグナー、ファビオ・カスティーを獲得した。ドラフト会議では、田島大輝の外れ1位で、斉藤大将2位で、 花崎徳坂江高等学校の西川愛成など8名を獲得した。オープン戦は8勝6敗2分で7位だった。開幕投手はエースの菊池武士生が務め4安打2失点でシーズン初勝利を挙げると27年ぶりの開幕8連勝。4月は19勝5敗で首位を独走し、田和田誠三郎と山川穂高が月間 MVP を受賞した。 5月4日に20勝に一番乗りしたが、5月は投打が噛み合わなくなり、10勝14敗と負け越した。8月には15勝10敗1分と勝ち越したが、8月24日から26日の福岡ソフトバンクホークス戦で3連敗を期し、8月11日時点で最大で11.5ゲーム差離していたが、5ゲーム差に迫られた。そして、 3ゲーム差まで迫られていた状況で9月15日から17日の2位の福岡ソフトバンクホークス戦で3連勝したことで優勝マジック11が点灯2年連続のクライマックスシリーズ出場も確定させた9月30日ロッテ対ソフトバンクでソフトバンクが敗れたことで10年ぶり22度目のリーグ優勝を決めた開幕から一度も 首位を譲らず優勝したのは、1997年のヤクルト以来21年ぶり、パシフィックリーグでは1962年の東映以来56年ぶり。浅村と山川の2選手が120打点以上を上げる、攻撃力を誇るなど、三足打線と異名を取るほどの打線であったものの、防御率は、リーグ優勝したチームとしては2001年の近鉄以来2度目となる、リーグ最低で、 プロ野球史上初めて最多失点、最低防御率、最多失策で優勝した。クライマックスシリーズでは、投手陣が崩壊し、ソフトバンクに2勝4敗で敗れ、10年ぶりの日本シリーズ進出を逃した。セパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、 末消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本説では、 本シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。